ペリユー系戦楽園のゲルニカ系戦、星3。第二次世界大戦のフィリピン近くのペリユー島で起こった日本軍とアメリカ軍との戦闘に参加した漫画編集者の祖父の指揮を漫画にしたようなフィクション作品。その祖父が主人公でそこで起こった現象を漫画化志望ということで詳細に描いた力作。絵柄はカプーン調なのでグロ表現もマイルドに書かれているので読みやすい。当時のアメリカと諸外国は物量差が圧倒的なので負けが約束されたシナリオ。一説によると第二次世界大戦は全世界 VS アメリカだったとしてもアメリカの方が軍事資源は 1.4 倍多かったらしいのぜ。これはアメリカ一国で世界の連合軍に勝てちゃうってくらいの物量差だから何やっても勝てないのぜ。この漫画のビモールとベネな部分は、だんだんほぼカルトみたいな日本軍宗教がどんどんセット化していって最終的に同調圧力によって集団自決を迫るとか、自決こそ美徳みたいなセットの囲りが広まっていく部分であり、やばいと思ったらさっさと離れるを実行した方が良いようなカルト宗教の末期のようなスト族のストロングスタイル中堀をたしなむことができる名作。主人公は自分で物を考え行動することができる稀有なスト族の一人なので、ニュートラルな主人公の価値観からカルト集団がどうなるか俯瞰できる名著。今でもこのジパング民族が持っている同調圧力は変わっていないから何らかしらのことで敗戦末期になったら同じことを平気でやりかねない民族だと思ったのぜ。